今私は秩父に来ています。秩父の駅前はこんな感じですね、ちょっとホテルとかもあるわね。今日は車で来たんですけども、もうビール買っちゃったな。うまいわ。ここは秩父鉄道秩父駅構内の地元のまあ物産を売ってるとこですね。ここでまあ地酒が飲めるっていう感じなんですけども、これねいくらだかわかんないのよね。困った。駅構内はこんな感じです。でここに祭りの神輿かな、車かな、なんかそんなのが置いてありました。今日は秩父観光をやっていこうと思います。レッツゴー。一番初めに来たところはこれ日本酒の武甲政宗なのよね。総本山いかにも老舗らしいわ。玄関なんですけども古いわね。そしてこの上の丸いのこれ何なんすかね。まあとりあえず行ってきます。これが日本酒の金賞取ったらしいわね、大吟醸。店内はこんな感じになってます。そう、店員さんも最初誰もいなかったわ。でこれがたまりつけで、これなんだ。よくわからない。でこれがこれ金箔のお酒らしいわね。で隣は私買ったけど、これ純銀酒。これ美味しかったわ。強かったわこれ。今度は秩父神社に行ってみようと思います。秩父神社の入り口はこんな感じです。中に入ってみると改装してんのかな。で横を見るとまたなんかちっちゃい神社みたいなのがありますね。神社の周りはこんな感じになってます。で反対方向はなんかおみくじやってるわね。賽銭箱見たらなんか菊の門があります。でちょっと奥はこんな感じになってるわね。ここがお守りとか売ってるところで、でここにおみくじあるんでおみくじ引いてこようかなと思います。でこれが縁みくじ、これはマガ玉が入ってるらしいわね。でこっちがトンボ玉みくじ、これはなんだ、なんか入ってるらしいわ。でこれが満腹みくじ、なんかいろいろこれもアクセサリーあんのかな。で結局普通のおみくじにしました。一般的、とりあえず大吉狙うわ。これかな。さあどうなるか。とりあえず開けてみましたけどこれだったわ。小吉、残念。裏道で帰ろうと思ったんですけど池に鯉がいたのよね。ご神木もあるわ、切れてるけど。やっぱし鯉がいるといいわね。この鯉歩いてるとね一緒についてくんだよね。あ、かわいいと思って撮っちゃいました。ついてこれなくなったわ。秩父にも祭り会館があったわ。ここにいろいろ展示されてんですかね。なんか展示されてそうだわ、祭り会館。ここが秩父の街を見渡せるところなのよね。秩父の街並みはこんな感じです。ちょっとゆっくりだわね。あの橋のところがちょっと見たことあるわね、アニメでね。この
橋がアニメでちょっと見たのよね。うん。旧秩父橋に来てみました。まさかの改装中だったわ。一応ここ歩行者のみになってんのかな、歩行者とチャリンコぐらいみたいな感じで、横を見渡すとこんな感じになってまーす。そっからのこの橋のなんていうのこれ反対側はこんな感じです。見たことあるわ。今秩父から熊谷に来ました。ここがガテン寿司では、行ってまいります。まずは日本酒を入れてもらってます。では乾杯。まずは生しらす、そしてイクラちゃんくんかん。日本酒は宿りっていうお酒でした。次々来るわ。エビちゃんに、これはマグロの三種で、唐揚げちゃん、とりあえず私はマグロの赤身から行くわ。この店の特徴はね、目の前外人さんなんだけど威勢がいいのよね。お寿司も美味しかったです。やっぱし寿司食べると日本酒飲みたくなるわ。あーうまいわ。トクトクトク。私が大好きな、ネギトロに納豆巻き、ちょっとわさびを乗っけて、醤油をつけていただきます。うん、美味しいわ。酒もカラカラしちゃった。なんか店員さんがおすすめタイムやってたのよね。ついつい限定だったから取っちゃったわ。これはビントロです。うん、これも食べちゃうわ。はい、いらっしゃい、いらっしゃい。目の前の黒人さん威勢が良くていいわね、日本酒ちゃん。あーうまい。ウニも頼んちゃいました。連れの運転手に醤油かけてもらいました。ありがとう。ではいただきます。うん、うまいわ。日本酒もいっちゃう。多分これが最後だわね。あーいっちゃった。アルチューカラカラ。これおすすめのなんだろう、これ白タイって言ってたような気したんですけども、うん、ちょっと食べるわ。いただきます。さっきこれ飲んだんで今度こっち行くわ。はい、注文しちゃった。ここで水場所が来ました。またまた運転手さんに、ついてもらってます。ありがとう。飲んだ感じ辛口ではなかったわね。ここで3種のエビが来ました。とりあえず甘エビから行くわ。エビちゃん大好きなのよね。いただきます。うん、おいしい。鉄火巻きも来ました。最後の日本酒もこれで最後です。この店は回転寿司としてはね、ちょっとお高めなんですけども、まあだけどお店の雰囲気はいいしね、店員さんの掛け声もいいわね。しかも外人だからね。うん、なんか楽しかったわ。最後に行ってきます。あー行っちゃった。アルチューカラカラ。今日は車だったんでね、エンディングの動画撮り忘れたわーと思って、秩父市内を、流してます。そういうわけでおのこチャンネルでした。もしよかったらね、高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイビーン。